全日空857便ハイジャック事件は、1995年6月21日に、函館空港で、全日本空輸857便が占拠された事件である。函館ハイジャック事件とも言われる。日本で初めて強行突入が実施された、ハイジャック事件である。突入は、北海道警察機動隊が行ったが、警視庁の特殊部隊 SAP も、 広報支援した。1995年6月21日、東京国際空港発函館空港行きの当該機が午前11時45分ごろ、山形県上空で一人の中年の男にハイジャックされた。犯人は365人を人質にとって機内に立てこもった。犯人は当時強制捜査を受けていたオウム真理教の信者を名乗っており、サリンを所持しているとして、 客室乗務員を脅した。これに対し、テレビ番組に出演していた、オウム心理教幹部、上祐文博は、これは、オウム信者のやったことではない。事実であれば、直ちに除名すると声明を出した。その後、当該機は、予定通り、函館空港に着陸した。函館空港には、当該機を見守る、一般市民が数多く見られた。犯人は、当初、 朝原商工の釈放と燃料を補給して羽田空港に引き返すよう要求していたがその後の交渉の過程ではとにかく機体を羽田空港へ戻すことを必要に主張した。犯人は機外とのやり取りを直接することはなく客室乗務員を通じてやらせていた。また乗客の一部解放、機内への飲料、食料等の補給などは一切拒否した。警察庁が 全国の警察を動員して、登場名簿に記載された全員の身元を調べた結果、身元不明者として残った者が二人いた。乗客が容疑者の目を盗んで犯人の服装や状況を連絡してきたこともあり、捜査当局は強行突入の準備を進めた。事件発生から約12時間後の6月22日午前0時25分。 同系函館方面本部長者3階の公安委員会室にて最高作戦会議が開催され、北海道警察から立沖原本部長、函館方面本部長、警備部長、捜査一課長、函館方面本部捜査課長、機動隊長、鑑識課長、警察庁から交通局審議官、外事課長、警視庁から第6機動隊特化中隊長等が参加した。 この席において、同系本部長より、強行突入したい旨の意思が示され、具体的な突入方法について議論された。会議後、同系本部長は、突入方法を警察庁に連絡し、了承を得た。同日3時37分、当時の内閣総理大臣、村山富一の指示により、突入班から外れ、機内を登場するなどバックアップに回った。 警視庁警備部第6機動隊特化中隊が特殊橋号を機体 L1、L2、L3 ドアに接続し、同39分に警視庁警備部特化中隊員及び同系機動隊員らが橋号を登り始めた。突入で戦闘を切る同系機動隊員は特殊警部を恥じし、2番目となる同機動隊員は実弾を装填した拳銃を携行した。 同系機動隊員の突入準備完了の合図を受けた警視庁警備部特化中隊は同42分3カ所の機体ドアを開場した。この段階で函館方面本部長室にて待機していた同系本部長に最終の意思確認がされ、正式な突入命令の元3カ所の機体ドアから同系機動隊員が突入した。機体1階の最前部、 L1 ドア付近にいた犯人は警察の突入に気づき機体後方へと走り出した。L2 ドアからも突入していた同型機動隊員に気づき反転した犯人は再び機体前方へ走り出し、L1 ドアから突入した同型機動隊員に向けてドライバーを振り上げたが特殊警棒で機体付近を一撃され、同45分機内客室18番。 GC と付近で制圧され逮捕された。犯人は精神疾患で休職中の東洋新宅銀行行員であり、オウムとは無関係であった。また、所持していると主張したプラスチック爆弾が粘土で作った偽物であり、サリンと思われていたビニール袋の中身もただの水であったことが判明。犯人は逮捕の翌日付で東洋新宅銀行を懲戒解雇され、 1995年7月12日に、函館地方検察庁に責任能力ありと判断され起訴された。1997年3月21日、函館地方裁判所は犯人に対し、懲役8年の判決を言い渡した。検察側、弁護側双方が、札幌高等裁判所へ控訴し1999年9月30日の、 控訴審で札幌高裁は一審判決を破棄し、犯人に懲役10年の判決を言い渡した。その後、最高裁判所への上告は行われず、判決が確定した。なお、犯人は全日空から民事訴訟を起こされ、請求額通り5300万円の損害賠償が命じられた。また、この事件の当該期は2003年7月に退役した。なお、 NH857 便は2019年現在も全日空の便名として使用されているが、羽田空港発、ノイバイ国際空港行きの便となっている。犯人が勤務していた東洋信託銀行は事件直後に大手紙のほか、すべての地方紙にもこの事件に関する謝罪広告を掲載した。また、この事件は東洋信託銀行の株主総会開催日の八日前に、 発生したため、株主総会の冒頭でも当時の社長がこの事件について改めて謝罪している。事件翌年の1996年、警察庁は部隊の存在自体を極秘とし、非公式部隊として存在していた、警視庁特殊部隊と大阪府警察特殊部隊をサットとして正規部隊化し公表した。また、北海道、千葉、神奈川、愛知、福岡。 沖縄の各道県警察にも新たにサッを設置した。運輸省は航空保安体制の強化を打ち出し、航空各社と共に再発防止に努めるよう発表した。犯人は週刊誌のオウム真理教信者による奪還ハイジャック計画という記事を読んで事件を衝動的に起こしている。事件発生から翌朝までテレビはほぼ全てのチャンネルが 報道特別番組となった。テレビ局で生放送された映像は6月22日午前2時50分頃から機体全部のコックピットをアップで撮影したものに固定された。これは捜査当局からの要請によるもので警視庁特殊部隊が機体後部から機内に突入する計画を立てており旅客機前計や 周辺の様子がわかるような映像が放送されてしまうと機内にあるテレビ受像機から犯人に捜査当局の作成がわかってしまう恐れがあるためである。報道側も人道的判断により警察の報道協定を受け入れた。犯人逮捕の時間は新聞長官の印刷締め切り時間の後だったため最終版に間に合わず6月22日の一般誌 専門誌の多くが号外を発行し、一般紙が勇敢で商報を報じた。当該機が函館空港に着陸した後、函館空港の滑走路延長線上の東西上空で航空自衛隊北部航空方面隊一と赤地第二航空団の F-15 戦闘機が空中待機した。警視庁特殊部隊搬送のため、羽田空港から航空自衛隊入間基地、 第402飛行隊の C-1 輸送機が扱われ、函館空港から約 70km 北西にある航空自衛隊ヤクも飛行場まで空輸した。以後は別任務でたまたまヤクも飛行場に展開していた航空自衛隊イルマヘリコプター空輸隊の CH-47J 輸送ヘリコプターで函館駐屯地まで移動したとされる。当該機が 函館空港に着陸したとき、函館空港内に航空自衛隊小牧基地第401飛行隊の C-130 輸送機が駐機していた。これは警視庁特殊部隊の輸送で函館空港に先回りしたのではなく、クロスカントリーの途中にたまたま函館空港に寄港したものであることを第401飛行隊の隊員が事件後に証言している。 ありがとうございます。